い、皆さんこんにちは。アガルート専任講師の工藤と申します。よろしくお願いします。今回はですね、賃貸不動産経営管理士、この資格試験につきまして、実際にどんな問題が出題されているのかというところを数問ね、一緒に実際に見ていきたいと思います。それからですね、どうやって学習していけばいいのかというところもね、合わせてお話しさせていただきたいと思います。今年からついに50問になりますけれども、恐れずにね、一緒に頑張っていきましょう。大丈夫です。はい、では賃貸住宅管理業者登録制度とはとありますけれども、これはですね、もう一つの動画のところで詳しくお話しさせていただいてます。実際現状、特別な法規制がないということで、それによってトラブルがね、社会的な問題になるトラブルが多発したということでね、やっぱりこの登録制度っていうのは重要じゃないかということで非常に注目されています。オーナーさんである、ね、この貸主さんね、じゃあ自分が持っている賃貸アパートを経営していくのに、管理を業者さんに お願いしようとした時にね、これが例えば、分譲マンションの管理だったら、マンション管理適正化法というところでね、業者さんに対してもいろいろ規制がかかってますが、この賃貸住宅の管理ということに関してはですね、今先ほど申しましたように、具体的な法規制というのが今のところないわけですね。ということで、管理をお願いするとなった時の管理の方法の一つにですね、サブリース方式という管理方法がありまして、要はこのね、賃貸アパートがあるでしょ、これを業者さん、サブリース業者さんが例えば一棟を借り受けます。で、この業者さんは自身が転貸人となって、お客さんをつけていくわけですけれども、入居者が大家さんとしてはね、やっぱり空室っていうのは非常に困るので、サブリース業者さんが空室があろうがなかろうが、何年間定額の賃料を貸主さんに保証してくれますよみたいな契約があって、でそうなるとやっぱりそれはすごくありがたいでしょ。サブリース契約で何年間家賃、空室があろうとなかろうが定額入れてくれるんだって、非常にありがたい契約なわけです。だけれども、実際はそれが守られなかったりして、守ってるね、業者さんも当然あるかとは思うんですけれども、守られなかったということがあって、いろいろ問題になったわけですね。そういったことも含めて、この賃貸住宅の管理業者さんっていうところにね、一定のやっぱりルールをね、設けないといけないということがあるわけですよね。でルールにのっとって管理していきます、管理業者さんはね。管理士、賃貸住宅管理業者さんにおけの中に一員として、賃貸不動産経営管理士というのは重要な役割を担っているということになります。次のところ見ましょうか。これ宅建でいう宅建士みたいなもんですね。もう本当にここ書いてあることそっくりですけれどもね。まず賃貸不動産経営管理士ってどういう立ち位置なのかというと、その管理業者さんの一員として重要な役割、重要な役割というのは、賃貸住宅管理に関する重要事項を、オーナーさんにね、説明するわけです。でその重説に記名押印する、それからですね、管理受託契約書、これは管理業者さんと貸主さんとの、契約書ですよね。管理を受託するという契約書、そこへの記名押印、そしてですね、登録制度、現時点では任意の制度ですので、登録をしなくても管理業というのは営めるわけですけれども、登録をするっていうことは一定のルールをちゃんと守る業者さんであるということですよね。で登録を受けるためには設置義務というのがあります。賃貸不経営管理士等を、1名以上置きましょうというね、そういうふうにされているわけなので、この賃貸住宅管理業においては賃貸不動産経営管理士さん、非常に重要な役割を持っているということになりますね。スペシャリストなわけですよね。はい、ということで賃貸不動産経営管理士資格試験の概要ということで、次ですね、ごめんなさい、これ2020年度ですね、本年度です。ですけれども、内容はですね、試験の内容範囲というかは変わったわけではありません。ただね、皆さんもご存知の通り50問ということになりました。ですので試験時間も当然伸びました。ここで学習していくのは、関連するその賃貸住宅を
管理していくのに関連する法令、民法、借地借家法、それから建築設備に関すること、そして税金、保険、経営に関すること、そういったことですよね。で、当然登録制度に関することというのも範囲になっています。で、範囲ね、内容は変わってないけれども、当然問数が増えるということはね、今まで品質のテーマじゃないところもね、しっかり傾向がないところであっても抑えていく必要もあるかなと思いますね。なんせ10問も増えていきますのでね、はい。で、出題状況ということで、今まで40問でしたのでね、こういうふうに振り分けられているんですけれども、ですね、まず一つ目、民法借地借家法等とありますけれども、ここは、主に当然賃貸借、それから委任に関することですね。管理を委任されます。で、受託して受けて、それを管理していくわけですから、賃貸借に関すること、委任に関することっていうのが主に問われますね。それからその他等ということでね、消費者契約法とかね、個人情報保護法とかね、そういった他のね法令もちょっと出てきたりしますね。で、登録制度も当然ね、これ核になるところでもありますよね。登録制度についても見ていきます。賃貸不動産経営管理士の役割と、この倫理検証というのは、その管理士のあり方についてのことなんですよね。当然、こうでなくてはなりませんよという倫理検証というのが定められていて、それに関することですね。で、当然登録制度のこと、それから契約に関することね、管理の受託する契約に関することっていうのも大事になってきます。で、実務的なことで言うと、当然ね、トラブルが多い現状回復に関することとかね、それから借主さんの募集に関する、もう契約前の段階の動きのことからね、そういったことからいろいろ見ていく、学習していくわけです。で、建築設備に関して、で、ここに関してはですね、マンション管理士、管理業務主任者の学習経験がある方はほとんどね、怖がらなくていいです。満館環境で学習する設備をもうちょっとライトにした感じというようなね、もう本当にそういう言い方がぴったりだなって私は思ってるんですけれども、そういった基本的な満館環境を学習した方においては、基本的なところね、結構ここでは問われてきます。はい。宅建、満館、そして勘業を学習経験のある方はぜひね、トライしていただきたい、資格試験であると言えます。なぜならね、今までの学習経験が活かせるからです。で、民法改正になってますけれども、もう一つの動画でも申し上げましたけれども、ここでこの試験において問われるところって、賃貸借に関係するところなので、賃貸借に関係する改正ってまるで全然違うものになってしまったという変わり方ではないです。割と馴染みが深い変わり方です。今まで判例だったものがちゃんと条文としてね、条文化されたというような変わり方が多く見受けられますので、あまりね、怖がらなくて大丈夫ですよ。この賃貸不動産経営管理士の資格試験においてはですね。で、これ改正に関してもちゃんと対応してありますので、ご心配なく。はい。そして合格率です。これもですね、同じくもう一つの動画の方ですでに触れてますけれども、昨年ね、急にね、合格率下がりましたね。今までは半数近くの方は合格という形だったんですけれども、いきなり 30% 台になったということでね、今年果たして50点満点になることによって、どのぐらいのね、パーセントになってくるのかというところですけれども、一つ目安として29点、この合格率が変わってもですね、29点というのはこれ同じ点数ですからね、7割ぐらい、40点でいうと7割ぐらいの点数ということで、50問になっても7割ぐらい得点できるように頑張って目指していかないといけないかなというふうに思ってますね。ひとまず7割得点できるように頑張っていきましょう。はい。ではですね、ここからはですね、令和元年度に実際出題された問題を一緒に見ていきたいと思います。これね、当然解説するとかじゃないので、こんな感じの問題が出るよってことをね、皆さんにお伝えして、お分かりいただければ十分かなと思います。で、これ問い3に関しては、賃貸住宅管理業者登録制度により、賃貸住宅管理業者の基幹、業務を行う場合、管理士が行うべき業務に含まれないものはどれか、学習経験が、ない方は何のことだろうって思いますけれどもね、含まれないものっていうのはこれ2番なんですね。家賃、敷金等の受領、それから更新にかかること、終了にかかること、この3つがですね、基幹事務と呼ばれるものなんですね。で、この3つ、基幹事務
事務に関しては非常に何回も出てきます。一つの章で区間事務について触れたと終わりという感じじゃなくて、結構繰り返し出てくるのでね、なんか覚えようとしなくても自然に覚えられるというね、あのところがあります。ですのでね、あんまり怖がらなくていいです。結構シンプルなね、これはまあ学習経験がある方はお分かりでしょうけれども、すごくシンプルなね問い方ということになっています。はい、で3つの期間事務っていうのがあるんだよということですね。はい、では次ですね、賃貸借契約です。これ定期借家と普通借家についてこれの違いを聞いてます。まあ、このね問題というのもね非常にシンプルですよね。で正しいものはいくつあるかというので、ウとエというのが正しいものになるわけなんですけれども、ご興味のある方はぜひ一時停止して内容を見てみてくださいね。でこれもですね、宅建などを学習経験のある方は非常に分かりやすいと思いますけれども、まあ、簡単とも言えるんじゃないですかね。本当に基本的なことです。定借と普通貸借、普通借家、あの普通賃貸借契約って何が違うのかっていう、書面により締結しなければ有効な契約とならないというのはね、これ普通の賃貸借契約は別にね書面によることっていうのがね条件ではないわけでしたよね。定借の場合ですよね、ということであは×ですし、いの場合は1年未満ね定めること、定借の方は1年未満とすることもできるということでしたもんね。まあ、そういったように本当に基本的なことを聞いてきてます。はい、そして原状回復に関することです。原状回復に関することに関してはもう鉄板で毎年数問出ているところでありまして、これガイドラインというのがあるんですね。で何が揉めるって、実際退去するときにこれはまあ借主さんがお金を払わなければね、直す払わなければいけないのかどうなのか、貸主さん負担なのか借主さん負担なのかというところで非常に揉めやすいところでもあるので、これガイドラインというのにかなり具体的に定めがあるわけですね。でこれ正しいものはいくつあるかと書いてありますけれども、実際正解としてこれ全部正しいというのが正解なんですね。ですので、まあ、ここもねご興味ある方は止めてご覧いただくといいかなと思いますけれども、どういう時に貸主さん側の負担になるのか、例えば家具を設置したことによる床カーペットのへこみとか設置跡っていうのはね、これは絶対に普通に暮らしててもそういうふうになるでしょうっていうね、あのことだからね、そういうことで発生するもので、借主さんは悪くないわけですしね、そういった通常の使い方してても発生するようなものは貸主さん側の負担だよというねお話がガイドラインにはずっと書いてあるわけです。例えばね、鍵の取り替えに関しては入居者が入れ替わる時の鍵の取り替えっていうのは貸主さんが負担するよとかいうことですよね。まあ破損したり紛失したりとかいう事情がない限りということね、入れ替わりによる取り替えは貸主さん負担だよとか、そういうまあガイドラインですから絶対にこの通りにしなきゃいけないというあのものではないですけれども、一つのね目安になるものがあるわけです。でそういったものに関しても、まあ、現状回復によるトラブルを防ぐために学習していきます。はい、そして、これ給水設備、設備に関することはですね、あの宅建の方はあまり馴染みがないかもしれないですけど、ここは勘定満貫ね学習している方はすごく簡単かなと思いますね。給水設備、まあ設備いろいろあります。換気設備とかね、電気とかねガスとかいろいろありますけれども、まあそういったねことを学習してきます。でここに関しては実際ね、あのご自身の、学習すると、まあ、生活する上でもね、あそういうふうな仕組みになってるのかってちょっとためになることがあったりしますので、また法律のねあのことだけ学習していくのとちょっとねあの頭が切り替わってね、あの場合によってはその方によってはね、あのこういったところ楽しいと思う方もいらっしゃるので、あまり苦手意識持たずに入っていただきたいと思います。ちなみにあの給水設備で言うとですね、水道直結方式っていうのと受水槽をね使うものと2種類あるわけですよね。で水道直結っていうのは水道の本管から、まあ、分岐させたねあの給水管っていうのを引っ張ってきて、それを直接各住戸に、給水するという形と、受水槽っていうね一回そのね水槽に溜めてそこから各戸に、給水するというね、その2つの大きく分けてその2つの方式があるとね、そういうことをねあの学習していきます。はい、ということでアガルートにおける学習スケジュールということでね、最後にお話しさせていただきたいんですけれども、まずはですねこの賃貸不動産経営管理士に関してまだ学習したことが全くない方、
今回初めて学習される方っていうのは、一旦ね、あの総合講義該当部分をね、あの、お手元に届いた分は一回全部聞いてから、その後過去問に入られるといいと思います。で、逆に一回学習経験ある方は該当部分を視聴していただいたら、その後すぐにね、過去問に取り掛かってください。で、過去問に関してはね、今まで40問でしたし、そして5年分しかないので、まああの数としてはね、あの他の資格試験に比べたらすごく少ないですよね。ただその分皆さんかなり潰してきてますからね、その過去問に問われている部分は必ず間違えないようになるまでにならないと、なかなか勝ち上がるねことは難しいというふうに、あの今後ねなっていくかと思います。ですので、とにかく過去問で問われていることはもう覚えちゃってる方もいるかもしれないけれども、まあ、一問一答のようにね、一つずつ潰していくぐらい、一足ずつ潰していくぐらいの勢いで、ちゃんとマスターしないと、なかなか厳しいかなと思います。で、ちなみにアガルートでは、あのツイッターやられている方、賃貸不動産の公式の、ツイッターのアカウントがあります。そこをフォローしていただくと、正しい足だけ配信するというボットの配信をやっていますのでね、過去問の、そういったのもできれば活用していただけると、まあ、皆さんの役に立てればいいかなと思っておりますので、そちらの方も、ぜひ、ね、ツイッターやっている方はチェックしてみてください。はい、ということで、まあ、総合講義に関して初めてあの学習される方はまず一旦聞いて、それから過去問の方に入りますよね。で、1回目はなんだこれ、わけがわからないって思っても全然いいです。特に設備の部分なんかね、初めて学習される方は、何なんだろうって思う方がほとんどですけれども、それはあの全然気にされることないです。繰り返し、何でもそうですけれども、繰り返してるうちに、あ、そういうことかっていうふうにね、あのだんだんと身につくようになってきますので、何度でも繰り返しご視聴いただけるように、なるべくね、あの講義時間15分以内にあの収まるようにしています。ですから隙間時間にでも繰り返しご視聴していただけるといいかなと思います。はい、ということで、まあ今年もですね、模試というのも、お作りしますので、こちらの方でぜひあの力試しもなさってください。ですね、今年は宅建が10月18日ですかね。で、あと1ヶ月後ぐらいにこの賃貸不動産経営管理士の試験、そして11月の、まあ、例年であれば一番最後の末の日曜日に、マンション管理士、そして12月一番最初の日曜日に、管理業務主任者というふうなスケジュールになっていくかと思うんですけれどもね、まあ、ダブル受験される方、今までだったら40問なので宅建の後で大急ぎで賃貸の方っていうことも、まあ、できなくはなかったかもしれないですけれどもね、あの今年はなんせ10問増えてますし、過去問でね問われてない範囲もある程度、ちょっとね見といた方がいいかなと思います。そういったところもねカバーさせていただきたいと思いますので、もうちょっとね早めにできれば、余裕を持って始めていただければなと思っています。はい、ということでね、よろしいでしょうかね。はい、それでは最後までご覧いただいた皆さんありがとうございます。ぜひですね、賃貸不動産経営管理士、これからまあ国家資格化ね、あのなるかというところもうかなりね近づいてはきているんだと思います。そうなってくるとね、これがちゃんと法律として規定されるとね、またそれによって内容も変わってくるでしょうし、何としてでもね50問にはなりましたが、今回ねぜひ合格を、皆さんに勝ち取っていただけたいだと思っております。それにおいてあのサポートさせていただきたいと思ってます。ですね、このアガルートの、講座につきましてはですね、まあ、過去問に関しても総合講義に関しても内容に関してもしわからないところがあったら、 Facebook であの当然無料で何回でも質問をに私が直接お答えします。ですので、そういった Facebook の質問制度というのをぜひあの活用していただけたいです。で、そこを登録していただくと、当然他の方がどんな質問したのかなというところもね見れるようになりますので、そういったことで皆さん一緒に頑張っていってあの行けたらと思います。ちょっとのことでもいいのでね、あの分からないところはお気軽にあのご質問していただけたらと思います。通信だとね、なかなか質問っていうのがね、あの対面じゃないので、あの難しいこと心配される方もしいらっしゃったら、その辺は、ぜひ Facebook に登録していただいて、何でも、ちょっとした本当にちょっとしたこの意味どういうことだろうっていうことでもいいです。ぜひね、ご質問くださればと思っています。はい、では皆さん
一緒に頑張っていきましょう。サポートさせていただけたら嬉しいです。では今回以上です。お疲れ様でした。